今来られてるのが岡山医療技術専門学校の学生3人、2人来てますね。1人は理学療法士の1年生の終わりと、でもう1人はビジネス科で1年生の、ビジネス科は2年で卒業、理学療法士3年あります、はい。でまあ、これから1年目に基礎知識を、まあ、授業で詰め込まれて、さあこれから臨床実習に出ようという最初の実習なわけね。で看護師さんも同じようなやりますよね。2年の夏頃に岡大が来ますけども、でその中 で、 同じ介護福祉士もですね、同じようなプロセス、実習のプロセスがあって、2年なんですけども、1年目にコミュニケーションの実習ということで、いろんな施設を5カ所回るわ。2日で5カ所回るね。まあ、変なことするなと思いながら思ってるんですけど、でここで来た、2年前に来た野本くんとね、中山さんっていう方が実は去年の秋にまた来たわけですよね。でこの時に、1年半前を振り返って、ここの実習はどうでしたかというね、意見を聞きました。実習施設としてこうしたい、こうしてほしいというね、これ逆だな、こうしたいというのはこっちで、こうしてほしいというのが逆ですね。で、こうしてほしいという中に、学生の偏愛マップを紹介して知ってもらうと親しみが増すからいいんじゃないかということで、で早速今回取り入れて、4階の方で、3日間だけですけどね、やってもらいました。プレゼンテーション能力を磨く場にもなりますので、やってもらいました。で、他の施設で脱用ばかりさせられるとかですね、人間関係が難しいとかあります。まあ、うちでもあるかもしれませんし、職員にゆとりがないのはどこも同じですね。で忙しいオーラを出している職員は困るなとかですね、ありましたけども、利用者をマンツーマンで担当してもらって、そこからの情報収集とか学びとかをまた3日目にですね、まあ、こっちは2日目ですからね、プレゼンしてもらうというふうな実習をやっております。で、そういうプログラムをやってるところ、なかなかこの臨床実習に入る初っ端のプログラムをですね、どうしていくかということは、いろいろ課題になっていると思いますけども、去年の今来ている方の去年1年前の先輩の、発表とかですね、 DVD にまとめてまた学校の先生に送りたいと思っています。どうしていったらいいかということになると思いますけど、まあ、コミュニケーション、利用者とのコミュニケーションとか、あるいはその援助チームの中でのコミュニケーションの能力っていうのは、とても、学生が社会人になり、専門職として伸びていくためにはとても基礎的な力になるということで、まあ、それを磨いていくための、まあ、きっかけになればいいなということで、やっております。ということで、今来てる学生が1年生ですから、2年生、3年生の臨床実習でまた来るような機会があれば、その時点から、1年前、2年前振り返って、ここでの初めて現場に入った実習が果たして効果があったかどうかというのをですね、学生自身から、聞いてみたいなというふうに思っております。はい、以上です。